ドラ。ドラとは、マージャンにおいて、和漁した時に、特典の加算につながる、特定の牌のことを言う。立時化、リーチと共に、日本のマージャンルールを特徴づける要素である。和漁した時に、手牌もしくは袋した範の中に、ドラが含まれる場合、1枚につき1ぼしが加算される。ただし、役としては扱われないため、ドラを持っているだけでは1。 小し縛りの条件を満たすことは来ない。あくまでも上がったものの検証、ボーナスとして取り扱うということになる。マージャンというゲームの偶然性を高める要素の一つで、ある。そのため、競技マージャンなど実力本位のルールでは、ドラの一部、裏ドラや、高ドラ、高裏を認めないこともある。浅見亮によると、ドラというルールの発祥は、昭和20年代の初め頃であり、 関西のブーマージャンにその始まりがあるという。由来については、諸説あり、終戦後の引き上げ者によって、満州のルールが、ブーマージャン持ち込まれたという説と、ブージャン層自体が考案したという説があるとしている。当初は一枚につき一半ではなく、一定の点数を加算していた、百不加算。また、開局時からドラが明示されているのではなく、数両者が上がった後に、山の葉、 現在の第一例上パイにあたる一枚をめくり、手の内に同じパイ、現物イがあれば、一定の加点を認めるというルだった。一枚一灰として扱うようになったのは、昭和二十二年か二十三年頃で、昭和二十八年から二十九年頃には、現在のルール、すなわち、端から三灰目をめくり、そのネクストパイをドラとするというルールに用した。地方によってはドラは、 芸者とも呼ばれていた。芸者という通称は、廃れてしまったが、関西方面の一部では、平成以降も、剣牌、剣商牌の略という別称が通じる。なお、ドラという用語自体は、英語のドラゴンに由来する。ただし、英語圏におけるマージャン用語では、ドラゴンは白、怒り、中の三元牌三種を意味する。開門の際に、王牌のうち、 開門位置から数えて3度目、3枚目の上段の灰を表向きにする。この灰をドラ表示灰という。ドラ表示灰の G 灰、数字が一つ大きい灰がドラとなる。このような方式をネクスト、もしくはネキストという。G 灰の具体例は以下の通り、自敗をひとまとめにして、東南西北次郎、初中などというが、ドラの G 灰に関しては、北と、 白は繋がっていない。上記の通り、表示牌が北の場合、ドラは東である。同じく中の G 牌は東ではなく白となる。1万個のチュンチャン牌を使用しない、ルールの3人打ちでは、が、ドラ表示牌の時はがドラになる。また、おねきドラとしても使用する場合は、1万の表示でドラは5万、5万の表示でドラは9万となる。 ドラというルールが考案された当初は G ハイではなくドラ表示パイそのものをドラとしていた。これを現物ドラ、ドラは現物などという。ドラ表示ハイに1枚使用されるため、そのドラパイは3枚までしか使用できないことになる。現物ドラのルールは現在廃れているが、古風なルールの名残で表ドラはネクスト、裏ドラは現物ドラとしている場合もある。通常の場合、 ドラは一種類、四枚であるが、状況に応じて増加することがある。いずれの場合も、増加したドラ表示牌の G 牌をドラとして、扱うのが、一般的である。ドラにはそれぞれに名称が与えられている。以下に一覧しながら解説する。開局時に表示される。最初のドラを、表ドラ、表ドラという。略されて、オモドラ、オモと呼ばれることも多い。 こうによって、ドラが増えている場合は、最初の表、ドラを特に、元ドラ、元ドラということもある。また、見えている、こドラと、元ドラを総称して、表、ドラを言う場合もある。表ドラ表示範囲の下段にあるパイが、裏ドラ表示牌で、その G 範が裏ドラである。前述の通りーチをかけて上がった場合にのみ裏ドラの、権利が得られる。通常のドラ、 表ドラと異なり、数量するまで、どのパイが裏ドラなのかはわからない。なお、リーチをかけて上がった場合でも、裏ドラを確認する前であれば、裏ドラの権利を放棄しても良いという取り決めになっている、こともある、飛びありのルールで、裏ドラが乗ってしまうと放獣者が飛んで逆転できなくなる場合など。項の発生により追加されるドラが、項ドラである。元の表ドラと対比して、 シンドラと呼ばれることもある。槍校で論上がりした場合は、法従者の加工は成立していないのでコードラはめくらない。なお、校の成立時にコードラ表示牌をどのタイミングで表向きにするかについては、以下のように取り決めに差がある。どれを採用するかは取り決め次第である。一おび二のルールでは、民校の場合、新ドラが明示される前に牌を捨てなければならないため、 捨てたパイがたまたまシンドラになったハイだったというケースがあり得る1の場合、竹はその時点でシンドラを泣くことができるため、コードラのリスクが高まるルールである。これに対し3のルールでは、民交でも暗寒の時と同じように、何がシンドラになったか確認してからハイを捨てることができる。また、1.2のルールでは、民交による令状開花でコードラを認めるのか、どうという問題や、 民行した時の令状パイで、さらに暗換するとき、2枚のコードラをどうめくれば、良いかという問題が生ずる。こうした問題により発生するトラブルを避ける意図から、フリージャンソー等では、コードラ即乗りのルールになっていることが多いが、オンラインマージャンでは、暗換は即めくり、民行は打敗後となっているケースが見られる。こうによって、コードラが発生している時に立地化をかけて上がった。 場合、通常の裏ドラ、元裏だけではなく、高ドラ表示範囲の下段にあるパイも、裏ドラ表示範囲として扱う。したがって、高が一回入っている場合、ドラは、元ドラ、高ドラ、元裏、高裏の、計4種に増えることになる。元裏と、高裏を総称して、裏ドラということも多い。なお、行き過ぎたインフレ化を嫌うルールでは、元裏や、高ドラを認めていても、 宝裏は認めないという取り決めになっていることもある。蒸気のような通常のドライ以外に、あらかじめ特殊なパイを混ぜておき、これをドラとして扱うルールがある。引き続き一覧する。図柄の彫り込み部分全体を赤く着色したパイを赤灰という。一般的には赤灰として5万点ごとを、5冊を書く1枚ずつ、通常の灰と入れ替えて用いる。これら赤灰は、 常にドラとして扱われる、常時、ドラ。なお一般的なパイとの区別は色によるため、マージャンの主なプレイヤーである男性に多く発言する色覚。異常者には、ハチ的なパイで使われる紺色と赤パイの見分けがつきにくいといった、ユニバーサルデザイン的な配慮から、左肩部分にポッチを刻むことで、通常のパイと区別しやすくした赤パイもある。ドラ表示ハイの G ハイと、 赤パイによるドラがかぶっている場合、例えばがドラ表示牌となっているときは、おドラ二つ分として数える。逆に、など、赤パイがドラ表示牌になった場合、通常のルールでは、ドラのをダブドラとみなしたりすることはない。あくまで一枚につき一半としてカウントする。赤ドラのルーツは1970年の大阪万博の前後に、関西で考案されたものとされていたが、 近代麻雀オリジナル2004年9月号に掲載された漫画マントリにおいて大阪の水の丸一という会社が1964年の東京オリンピックを機に初めて赤ごとを2枚を製造したことが取材によって判明している以前はそれほどポピュラーなルールではなかったがフリージャンソーのハウスルールやコンピュータゲームの麻雀で採用されることで徐々に広まり結果として 近年では採用する方が多数派になってる。赤ドラを採用する場合、赤パイをチップの対象として扱うルールになっていることが多い。ただし、どのような時にチップを得られるかについては、以下のように取り決めに差がある。もっともシンプルな3番目の制約なしのルールが採用されていることが多いが、1番目の赤は門前のみのルールもポピュラーである。なお、 赤は門前のみのルールでも、門前を崩した場合に失うのは、チップの権利だけであって、赤がドラとして扱われることに変わりはない。逆に四番目のルールでは、赤パイは、初めからドラではなく、チップの対象になるのみである。また、四番目のルールでも、門前の上がりだった場合にのみ、チップ対象とするケースと、袋しているか門前かに関わらず、チップの対象とするケースに分かれる。 一万個、トンズ、作詞の赤ドラ三種をすべて手の内で使い切っては、漁した時に、オールスターという名称で一半増しにしたり、赤チップの支払いを増額したりすることがある。赤ドラを採用している、ジャンソー等で稀に採用されている取り決めだが、門前で上がった時のみとしていたり、制約なしとしていたり、扱いは、各店舗ごとに、ばらつきが見られる。赤ドラには地方によって、 バリエーションが見られる。大手雀荘チェーンのハウスルールによっては、系列点全体で、7を赤くしていたり、3を赤くしていたりすることがある。どのパイを赤にするかは、各雀荘の裁量であり、中には赤でなく青や、緑、金色など、他の色にしているケースも見られる。なお、赤ドラを採用した場合は、赤ドラがない場合ではありえない、7統一ドラ1があり得る。 例、赤ドラを採用した場合、上と同様に赤ドラがない場合ではありえない、大体ドラ1がありうる。例、主に三人麻雀において、北、一万、九万などの灰をドラとして扱うことがある。これらの灰を積もってきた場合、卓の右隅にさらし、このさらす行為を抜くという、その直後に、霊パイから一枚手灰に補充する。 このような手順を踏むドラを総称して、抜きドラと呼ぶ。抜きドラを使用するルールの場合、あらかじめ抜きドラの枚数分だけ余分に霊場パイを確保していく必要がある。すなわち、抜きドラを3種12枚入れる場合は、霊場パイが通常の2等4枚ではなく8等16枚になる。また、抜きドラは俗に、ガリとも呼ばれる。抜きドラを用いる三朝は、ガリ三朝と呼ばれる。 抜きドラのルールにも以下のようなバリエーションがある。抜きドラは積もってきた順目にすぐに抜かないといけないわけではなく手の内に温存しても構わない。また手の内で国士や統一として使っても良い。安全牌として川に捨てることもできる。ただし役満種の場合を除き手の内では使えないとするルールや手の内で使う場合はドラとしてカウントしないとするルール。 手の内で使うことはできるが、川には捨てられないとする、ルールもある。また、抜きドラを抜いたときに、それが、論パイだった場合、数量を認められるか否かについても、薬万、国志無造や四義数などのみに認めたり、通常手にも認める、すべて認めないと、分かれている。抜きドラを抜いた、際の令状パイで、もは量すると令状開花がつくが、抜きドラに対して、 論は量した場合はやりこうはつかないという違いもある。やりこうの定義はあくまで加工されたパイに対する数量宣言である。表ドラが抜きドラだった場合、抜きドラ表ドラと数えて1パイで2半分となる。例えば、ドラ表示イが西の時に北を抜くと抜きドラの1半に加え表ドラの1半がつく。抜きドラを抜くとリーチ一発や天ナなどが無効になるとする場合もある。 無効にならない、ルールのことを、空気扱いと呼ぶことがある。春夏秋冬、梅乱菊竹と書かれたパイを花灰という。花っ灰は、抜きドラの一種で、通常使用する136枚に花灰4枚、もしくは8枚を加えて使用する。扱いは、お抜きドラと同じで、花灰を抜いたら、霊状パイから1枚補充する。ただし、三人麻雀における抜きドラとは違い。 花パイをメンツや弱糖として使用することはできない。花パイを用いるマージャンは花マージャンと呼ばれる。これに対し、花パイを用いない通常のマージャンは清しマージャン、チンマージャンと呼ばれる。現在の日本のルールでは花パイは使わない場合がほとんどだが、市販されているマージャンパイ一式には春夏秋冬の一セットが同梱されていることが多い。 花パイを4枚用いる場合、パイの合計は140枚に、8枚用いる場合は、合計144枚になる。霊場パイも通常の2銅4枚から4銅8枚、もしくは6銅12枚になる。なお、中国麻雀では一般に花パイを8枚すべて使用し、さらす際には、ファ、花と発生する。白、白板の中央にくぼみをつけたパイを白ポッチという。 通常の白一枚と入れ替えて使用する。白ポッチは、通常の局面では単なる白として扱われるが、リーチ一発ツモで白ポッチを引いた場合に伸びるマイティになる場所によっては、リーチ後ならいつ引いても、オールマイティというルールもある。特殊牌である。白ポッチ自体が、ローカルルールであるが、中にはこれをドラとして扱っているルールもある。白の真ん中に赤い点。 ポッチを加えた図柄になっている。フリージャンソー等でごく稀に採用されている。手作りにおいては、役をつけるのと同様に、ドラの利用も重要である。特にスピードを優先する現代のマージャンにおいては、手役よりもドラを大事にする傾向が強い。例えば手作りの過程で、投資選択に迫られた場合、ドラ絡みの両面と、 ドラ絡みでない両面のどちらを残すかといえば、やはり多くの場合ドラに絡む方を残す。また、くっつき天牌の形になった場合、ドラ及びドラそば、ドラの隣接牌はくっつき候補として温存するケースが圧倒的に多い。実際、実践で下のような牌姿になった時に何を切るかといえば、多数派となる。打敗候補はいずれも一つしかない。例五順目。 東一極のあずまや、竹に動きなし、一イ切って、両面と三面張りの一向長となる形。例五順目、東一極のあずまや、竹に動きなし、一イ切ってくっつき、天イとなる形。ドラを有効活用しようとするのは、相手も同じである。そのため、ドラ及びドラそばは外資的権配の筆頭とみなされる、傾向にある。もちろんあくまで、 そういう傾向があるというだけで、いつもいつもドラ周辺が危険というわけではない。例えば自敗のドラや8敗のドラはこの限りではないし、ドラ周りのメンツが先に完成する可能性も低くはない。一つ目のパイス型例で言うなら、トンズのドラ周りを先に引く形で転廃することになった場合、ドラとは全く関係のないエリアが待ち、危険牌になるということである。その場合ドラスばは、 実は危険範囲ではなかったということになる。加えて、ドラの扱い方は、個々の打ち手によって、微妙に異なる。スピードを最優先する打ち手であれば、不要なドラは、比較的早い段階で切り出す。一方、スピードよりも、打点やバランスを優先する打ち手であれば、多少遠回りになる可能性があることが分かっていても、ドラを抱える。例えば下のパイ姿。 デイドラの二を切り出すか否か、否打ち手によって、選択は異なる。このパイ姿では、ドラの二頭は、廃功率を考えれば不要である。この後先に、作詞部分が完成すれば、最終型は、間三頭ではなくの両面に受けるからである。したがって、三頭引きを期待して二頭を残し、代わりに七作を切るという選択は、廃功率に反する。しかし、 いずれは7作を切手に受けるであろうことを考えれば、不要なのはドラの2頭より7作ということになる。従って2頭を残して7作を先に切り、平和を確定させた上でドラを抱える。3頭を先に引き入れることができれば、単品赤ドラを黙点で待つことができるし、その前にドラが重なる可能性もあるという考え方である。どちらが正しいかは、簡単には決定できず。 打ち筋の違いとも言えるし、好みの問題とも言える。極端位では、ドラの出方で、相手の手の打ちの状態を推理することも可能である。例えば中盤八巡目に、初心者ではない打ち手が、自敗のドラをそっと切り出したとする。となれば、彼はそこで天ンしたか、少なくとも、天ンが近い十分型になっていると読むのはおかしな、ことではない。例八巡目、あずまや。 ドラは生パイ一枚切って一向帳となる形。ここまで強力なパイ姿でなくても両面と両面の一向帳になった時点で不要なドラが切り出されるのは比較的よくあるありがちなパターンと言える。その際の判断はこれ以上抱えておくのは危険という判断かもしれないしもっと単純に単野鬼自敗や端パイは不要という判断かもしれない。あるいは 切り出した打ち手がまだビギナーのレベルなのであれば、ドラということを忘れてうっかり切った、ドラだということを見てなかった、ドラだと分かってはいたがに好調にもなっていない状態で、放流したと、色々な可能性がありうる。また、本来ならば使い勝手が良いはずのチュンチャンパイのドラが、早々と切り出されるケースもある。こういった場合最も可能性が高いのは、カレーのように他の色の染め手が入っているケースである。 例5五巡目、あずまや、たけに動きなし。もちろん他にも可能性は考えられる。国士無双に向かっていればドラであろうとチュンチャンパイはいらないし、ジュンチャン三色が見えていれば456のドラは不要である。以上のように、ドラの扱いや切り出しには、いろいろなパターンがある。もちろんここにある、数例は、あくまでいくつか、ある典型のうちの一部に過ぎないし、 どのような状況で、どのような打ち手が、どのようにドラを扱うかは、まさにその場その場の局面、展望状況や、社会症、心理状態なども含めた状況にも左右される。また、ドラの扱い方や、切り出しだけで対戦相手や、局面のすべてを判断できるものもない。しかし、一つの重要な判断材料にはなり得る。したがって、どのようなパターンが多く見られるか、 どのようなパターンがあり得るかを抑えておくことは、麻雀の腕を上げるにあたって、有効な手段と言える。4回の項が起こっている状況、4回目の項の直後か、4項子の長輩者がいる時では、元ドラと元裏に加えて4種類の項ドラと4種類の項裏が発生し、計10種の牌がドラとなる。それらべてを手の内に集めて、数量すれば、あくまで理論上の話ではあるが、 最大でドラ40があり得る。ここでもし赤5万を入れるルールであれば、ドラ41となる。通常の点数計算では13半で数え100万となり、それ以上の得点にはならない。従って、上の例のようにドラが多すぎても、青天井ルールの場合を除けば、あまり意味がない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。